最高にしようぜというわけでですね、はい、STB レコーディング主催コウスケとハドパタンシーのレタリスです。お願いします。よろしくお願いします。さてさて、ロードトゥー STB 楽しい2016もさ、第5回ということでね、ついに5回目まで来ました、はい、なんとかね、なんとか山場を一応毎週乗り越えてるかのような感じで、そうですね、一応毎週更新ということでなんとかなってますが、まあ、もうこの動画は多分タイトルを見て気づいてる人もいると思うけど、まあ、アンセムがね、まあ、できてないので、はい、現時点で、まあ、予定変更というか、うん、まあ、ある意味予定通り、予定通りです。別の動画でお送りしたいと思います、うん、そうですね、はい、というわけでじゃあ今回はですね、はい、まあ、皆さん気になってたと思うクラウドファンディングのちょっと中身にちょっとだけ触れてみようかなみたいなところで、はい、まあ、こんなことをやる予定だよっていうのね、うんうんうん、まあ、ちょっとね、グッズにしても、まあ、何もな手元にないんで、うんうん、まあ、お話しするだけだけど、まあ、いろいろ、ね、紹介したいなと、まあ、こんな感じでやっていきたいなと、はい、思っておりますね。まず、期間、はい、いつスタートで大体どれぐらいやるのかなみたいなのは今のところ、はい、まあ、7月上旬ぐらいから、まあ、8月ぐらいまではやろうかなと思ってます、うん、多分8月中旬とか、まあ、コミケあたりもあると思うから、その辺までやろうかなと、うんうん、だ1ヶ月ちょっとぐらいですかね、期間的には。なるほどなるほど。7月ってもうすぐですね。もうすぐですね。やばいね。やばいですね。やばいね。ケツファイヤーいい感じしてるのよ今。そうですね。いやもう本当焦げそうだよ今。確かに炭化しそうだね。もうねカリカリになっちゃうよね。まあそんなわけですね。はい、まあ、急ピッチで準備を進めてますと。はい。でいろいろ、まあ、我々こういろいろ話してる中でこう、はい、クラウドファンディングどうやって中身を詰めていこうかというところで、はい、いくつか決まってる内容があるので、はい、すでに決まってます、はい、それをちょっと紐解いていこうかなと思います、はい、まあ、クラウドファンディングを知っている人は、まあ、まあある意味その仕組みも分かってるかもしれないけど、結構そのグレードができていて、うん、まあ、その出資しやすい金額、小規模な金額から、うん、まあ、結構大きめな金額で代わりにいろいろサービスするよっていう、うんうん、感じの段階をいくつか今回も作ろうかと思って、松茸梅みたいなね、そんな感じで、うんうん、細かい段階多分7、8ぐらい段階を経ていろいろ準備してまして、うん、まあ、一番その低価格な方からやろうと思っていることを紹介していくと、まずお礼のメッセージを、お礼のメッセージが届いてしまいますか、はい、出資していただいてありがとうございますっていうメッセージを、まあ、お送りしようと思ってます、うんうんうん、サンキューってなぐらいで、そうサンキューって感じで、はい、あとはまあステッカーとか缶バッジとかちょっとした小物グッズもお付けしようかなと思ってます、うん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 、定番ですねこの辺は定番です、はい、あとは iPhone とかの壁紙とか、はい、まあ、PC 用の壁紙とか、うんうんうん、まあ、どっちでも使えるようなやつを複数用意した、うんうん、STB 楽しいオリジナル壁紙とかも、お、いいですね、壁紙、はい、用意する予定です。だんだんその、ね、グレードが上がってくるにしたがって、まあ、入場チケットもついてきたりとか、うんうんうん、逆に入場チケットはついてないけどその分なんかグッズとか他のところで色をつけたりとか、例えばオリジナルのタオルとか作ったりとか、うんうんうん、そうですね、あと今回パンフレットも予定しているので、おっとパンフレット何載せましょうかね。パンフレットね、ですよそれもこっからね、そうですよね、構成考えていかないといけないですね。でそこに、まあ、その出資していただいた方のお名前を、うん、まあ、ここは希望者の方を、うん、はい、載せていただこうかなと思ってます。何々様の提供でお送りしますみたいな、これ多分何々様がこうずらーって1ページ1ページ埋まるぐらいの何々様がねできるかもしれないけど、あとは前回すごい好評だった VIP 的なものも今回もやる予定です、はい、うん、VIP チケット的な感じの、はい、まあ、それもまあその段階で言うと結構まあ金額的に高いところに来るんだけど、うん、まあ、前回もやってるのは2階席とか、うんうんうん、あと VIP 専用パス、VIP エリアに入るにはそれをこう提示していただく必要があるっていうパス、うんうんうん、とあと中打ちに参加できるっていう、これ前回すごい好評だった、好評でしたね、もう継続してやろうかなと思ってます、うんうんうん、あとはそのイベントで作る用の映像とか、まあ、ジングル映像、うん、あの楽しい来てくれてる人は分かるかもしれないけど、戦車が出る前にちょっとしたムービーが出て名前出てドーンってなる、うんうんうん、あとは STB やってるか、そうですね、やってますね、やってるって、でさらにそこバックでこうねアンセムがかかるでしょう、そうそう、ね、それをこうまとめた DVD 的なものが的なものがちょっとまあこれはだいぶ生産数って言ったらあれなのかな、ちょっと枠を絞りつつみたいな、はい、超レアになると思いますので、つける予定ですので、つける予定ですので予定をちょっと念をつけてあとはいろいろ考えてるのが、うん、STB 楽しいが終わった後に、うん、アフターイベント的なこともやりたいなっていうのを そうですね2人にもちょっと話していて、うんうんうん、まあ、その辺のこう優先権的なものじゃないけど、うん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 、招待できないかをまあつけるかもしれないです。アフターイベント何やりましょうかね。
ね。ね。何やろう。これをもうまたちょっとこれから考えよう。皆様がちょっと楽しめるような内容を。ね。まあ基本的にはお疲れ様会みたいな感じで。そうですね。うんうん。反省会ですかね。確かに反省会だね。どっちかっていうと。あとは、うんうん、今回。一番、まあ、ある意味 目玉というか、まあ、すごいことやれる予定なのが、うん、VIP の上もう一段階上をね作ってみようかっていうちょっと実験的な試みを予定します。うんうんうん、これなんて呼んでるんですかね。これ今のところスーパービップって書いてあるけどね。まあ、スーパービップかっこ仮スーパービップかっこ仮で、そちらの方にはあの実はステラボールって個室があって、うん、まあ、その個室を自由に使えるようにするっていうのを予定してます。まあ、多分そこに出演者もね、はい、そうですね、フラット遊びに行ったりとかするとも思いますし、はい、個室確か冷蔵庫とかもあって、そうですね、冷蔵庫とトイレとかもあって、そうですね、あと打ち合わせできるスペースぐらいもあって、確かにね、打ち合わせしたもんね。打ち合わせ、そう、打ち合わせもできます。ビジネスにも使える、ビジネスにも使えるというね。これだけに収まらずね、はい、まだちょっとこういろいろ考えてますので、まあちょっとまあ検討中のものもいくつかあるので、はい、まあ、その辺はちゃんと決まったら、うんうん、まあ、そのクラウドファンディング上のサイトでちゃんと案内できるようにしたいと思いますので、そうですね、7月の上旬ですかね、はい、そうですね、はい、皆さんはよろしくお願いいたします。します。来週はアンセム完成しますかね。頑張ります。まあでももうすぐ自分の、ね、うんうん、やるべきことが終わって、うんうん、コースにバトンタッチして、あとはね、うん、こうレコーディングとかもあるか、そうですね、レコーディングしたいですね。まあ、可能だったらレコーディングしてる風景とかも、うんうん、まあ、撮れたらいいなと思ってます。うん、撮りましょう。最悪それでまたお茶濁せる。レコーディング風景で、レコーディング風景でお茶を濁して、実質その次の週完成みたいな、うん、もうすごいよね、お茶を濁してって言っちゃうっていうのがすごいもんね。確かにね、ちゃんとやれよって濁すの前提いいと思います。まあ我々これぐらいのスタンスでね、はい、ふわっといきますので、いきますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあその辺のクラウドファンディングの情報が固まったら、はい、随時こう、ね、告知していくと思いますので、はい、何卒お願いします。よろしくお願いします。というわけで今回も、ロードトゥ STV 楽しい2016第5回、はい、クラウドファンディングの内容についてちょっと触れてみた的な、ちょっと触れてみたの回でした。はい、ありがとうございました。コウスケでした。ありがとうございました。ありがとうございます。